吉野ヶ里遺跡で見つかった邪馬台国時代の可能性が高い石棺墓について県は今日墓の内部を確認しました。新たな発見はあったのでしょうか。10年ぶりの発掘調査が進む吉野ヶ里遺跡です。この場所はもともと神社だったんですが、この丘の一番高いところで石の墓が見つかりました。多くの報道陣が詰めかけています。これからその墓の中身を調査します。新たに見つかった全長 3.2 メートルの石棺墓、およそ1800年もの間何が眠っていたのか、その答えを探るべく今朝から石蓋を開ける作業が始まりました。紐でくくりつけた後、重機で持ち上げる計画です。その結果は、今石蓋がゆっくりと持ち上げられました。墓の内部はやはり土がかなり入り込んでいて、はっきりとは分からないような状態です。この石棺墓について県は邪馬台国時代と重なる弥生時代後期のものと見ていて、規模の大きさや蓋の表面にある記号などから有力者の墓の可能性があるとしていました。今回新たに見えた墓の内部、土の表面をよく見ると一部が赤くなっているのが分かります。弥生時代で赤色顔料を用いるとなると、割と後期といいますか有力者の墓が多いのかな。誰でも彼でも真っ赤っていうことはありませんから、そういう点では少し誰がどういうランクの人が入っていたかっていうのに対しての、ヒントにはなるかなと思っています。さらに表面に記号が刻まれていなかった石蓋の1枚には、裏側にその記号が、死者を封じ込める意味があるとみられ、県は人物の頭側だったのではと推測しています。邪馬台国を彷彿とさせる発見が相次ぎ、2ヶ月半で100万人が詰めかけた吉野ヶ里フィーバーから30年余り。一方、遺跡では邪馬台国時代の有力者の墓がこれまでに見つかっておらず、最大の謎とされていました。今後の調査では有力者の墓と裏付けるための副葬品が見つかるかが注目されます。やっぱりこう何か物を持ってるかどうかですよね。一般の人と違った、例えば中国製の鏡であるとか刀ですね、鉄の刀なんかが出てくると非常にこうその人のこう身分といいましょうかね、発揮してきますのでね、王様だということも言えるかもしれませんね。まあ、少しでも何かの副葬品の頭でも出て今日のうちに見えたらなというかすかな期待をしておりましたけれども、全容が判明するのは来週の半ば頃までには、整理されるのではないかと思っておりますけれども、県は今後3日から4日ほどかけて墓の内部の土を慎重に取り除き、さらに調査を進める予定です。